ヤンコ・ケルスニクは、スロベニアの作家である。ヤンコ・ケルスニクは、ドムジャレの近くブルドプリル・コビチという町に生まれた。ケルスニクは、父、ヨジェと母、ベルタ・ホフェルンの間に生まれた。ヤンコ・ケルスニクは、ルブラーナに学校を通ったが、退学した。しかし、フラン・レベツは、ケルスニクに、プライベートレッソンをした。そして、ケルスニクは、レベツのレッソンで、 スロベニアの文学に感化された。1868年、ウィーン大学で法律の勉強を始めた。グラデツ大学で法律の勉強を続けた。1874年に卒業した。リュブリアーナの会計で研修生になった。ケルスニクは交渉人の試験を1880年に受けた。1883年には県の知事に初当選した。後で、 クメティスカ・ドルジュバ新聞の社長になった。1885年の春、ルコビサの町長になった。ケルスニクは、アロイジア・タブチャルと結婚した。1889年には、ヤンコ・ケルスニクは、もう一度県の知事になった。ケルスニクは、結核のせいで1897年7月28日に、亡くなった。今は、ルコビサには、 ヤンコ・ケルスニック小学校という名前の小学校がある。ケルスニックはドイツの歌の初めて書いたが、レベツのおかげでスロベニア語で歌を書くことができた。そして三文も書き始めた。1866年、スロベンスキ・グラスニックで彼の一番目の歌がリリースされた。1869年にラズドラ星のキロメート茶と呼ばれる歌をリリースした。 スロベニアの国民でマハスタピスマという記事をリリースした。この記事にはアウスペルグの総裁を風刺するようなことが書かれていた。1874年、ポストナプレミスリエボンジャ、ポストの思想とラズトレゼニーリスティをリリースした。この記事でスロベニアの苦しい生活を風刺的な言葉で説明した。その中で昔のスロベニア人と現在のスロベニアの制度に ついて書いた。ケルスニクは演劇の評論家もなった。ブライバイスの70の記念日でベリテ・ノービスという劇を書いた。ヤンコ・ケルスニクの一番長い小説は NA ゼリンジャという小説である。ユルチチのスロベニア図書館で小説をリリースした。1881年、ヨシップ・ユルチチのロカワン・ジエーシーという小説を完成させた。農家の生活は テスタメントと父親の罪だと説明した。シュクラメン、アジテーターとハラゴースポダは、ブルジョアの生活について書いたものの中で一番重要だ。彼の有名な短編小説は、クメッザックス・ライク、農民の絵である。ありがとうございます。